2021年3月31日をもって名古屋大学を退職することになりました。名古屋大学に来たのは2009年で、名古屋大学に来てから12年間、院生や学術訪問者の指導をしてきました。博士号取得者が17名、修士号取得者が18名、博士課程学術訪問が2名、ポスドク研究者が6名、学術訪問、 短期を含んで3名いました。12年間の勤務でやっぱり一番思い出に残るのは17名の博士後期の陰性を指導したことです。全員を博士号授与まで指導いたしました。彼らは全員みんな大学で研究教育活動に従事しています。南からなえ宮崎大学の長,長さん、 九州大学の斉藤さん、岡山大学に南波さん、大阪大学に山和さん、立命館大学に神田伯田さん、愛知宿徳大学にマイクル・ P ・マンスブリッジさん。彼は4月から、この4月から北海道大学に赴任することになっています。一橋大学に早川さん、東北大学にユンさんがいます。日本国内で 8, 8名の研究者を育てました。 海外に目を移しますと、まあ、ヨーロッパ、いろんなところで、えっと、日本語教育、いろんな大学で日本語教育を行っております、飯田さん、石耕大学のうさん、西安外国語大学の李さん、天津外国語大学の初さん、広州師範大学の氷さん、上海財経大学に牧さん、蘇州鍵大学に巨さん、 そして、韓国の東亜大学校に、パクさん。そしてこの、この3月に終了するんですが、17人目の博士号取得者がウさんです。もうすでに就職が内定しておりますので、全員大学で教育研究に従事することになっています。海外が9名で合計17名です。私は常日頃、研究は面白いものだと彼らに言ってきました。 私もは、まあ、いろんな趣味をこれまで持ってきたんですが、まあ最初の頃は、若い頃は旅行が好きで、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパをバックパックを担いで旅行しました、えー。カナダに留学していましたので、スキーも好きで、カナダのロッキー山脈で滑りました。ロッキー山脈では、あのサンシャイン、レイクルイーズというスキー場が有名です。バックーバーの北側には、ブラックコーン、えー ウィスラーマウンテンがあります。ブラックコムはあの氷河を滑れるので非常に楽しいスキー場です。またその後、オーストラリアに1年間住んでおりまして、スキューバーダイビングも楽しみました。グレートバリアリーフでいっぱいスキューバーをや,やりました。実はダイブマスターを取っておりまして、ダイブマスターを取得しますと、あのダ,イダイビングの事業のアシスタントをすることができます。 でしかしながらあのいろんな趣味をやってきたんですがやっぱり究極的に面白いなと思ったのは研究でしたそれはやはり心理の追求ということですこれを皆さんにもぜひ楽しんでほしいと思いますしかしながらまあいい研究をするためには単に楽しむだけではうまくいきませんしっかり先行研究を読む必要があります、まあ、誰が何をしてきたのか 同じことを繰り返しても意味がありませんので、どういうところを追求すると新しい研究ができるのかということをしっかりと焦点を絞ってピンポイントに検証するということです。ある意味で写真を、あるテーマに沿って写真を撮っていくようなものですね。それからもう一つ大切なことは、研究は文字にして初めて評価されるということです。多くの人たちが研究発表をするんですが、 そしてまあコメントなどもいいコメントをつけるんですけれどまあしかしながら研究の最終的な目的は文字にして論文にすることです文字にして論文にしない限りそれは研究としては評価されませんで実際発表までは3分の1ぐらいのエネルギーと思ってくださいあとの3分の2が論文にするためのエネルギーです論文を投稿してから他読者とのやりとりがずっと続きます一発で 採択されることはあまりありません。ですから、文字にすることを研究の最終目標において、計画的に研究することが大切です。そして楽しみながら研究を続けてほしいと思います。これからも一緒に研究してまいりましょう。